スタートします。はい、あ、じゃあ今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。前回しゃぶしゃぶを食べさせていただいて1ヶ月前ぐらいだったと思うんですけど、そうですね、すごい美味しかったんで、今日すき焼きを、すき焼きを食べに来させていただきました。ありがとうございます。あ、ちょっと気になったんですけども、はい、このお店の佐々木というお名前は、はい、どういう由来というか、どういう意味なんでしょうか。うちの佐々木というお店はですね、うちの社長と、この佐々木ポークという豚肉ですね、はい、隣の富里の、豚肉なんですけども、はい、そちらの、作ってる方とちょっと縁がありまして、それで、自社ブランドとしてお肉を使っていいということを言ってくださったので、それも感謝の意味を込めて、そこの佐々木さんという方なんですけども、店名ですね、付けさせていただきました。あ、じゃあお肉に自信があって、そのお肉を生産されている方の名前がそのレストランの名前になったということなんですね。そうですね。なるほど、初めて分かりました。あと、ここのレストラン、私はもう日本人なんで、しゃぶしゃぶすき焼きレストランそのまま分かるんですけども、はい、ここのレストランがどういうレストランなのか、成田って海外から、まあ、今コロナとかありますけど、成田から来て外国人とかも、はい、たくさん来られるようなレストランだと思うんですけど、はい、何がこう一押しというか、どういうレストランなんでしょうか。やはり、うちはしゃぶしゃぶとすき焼きに特化した、お店なので、結構この駅前ってしゃぶしゃぶとかすき焼きが食べられるお店が少ないので、うんうん、やっぱりそこが一番の強みかなと思っております、うんうん、はい、でプラス、まあ他のいろいろ和牛とかの、お肉も食べられますので、そこが、まあ、強みかなと思いますね。 JR 京成からも近いですよね。歩いて5分ぐらい。そうですね、はい、ぐらいですね。はい、わかりました。あと、次の質問ですけども、はい、この美味しい肉を食べれるレストランですけども、ここだけじゃなくて東京市内とか千葉県で、はい、都内とか千葉県で他に支店とかあるんでしょうか。支店は、業態はバラバラなんですけども、はい、この成田の駅の近くにあと4店舗ですね、はい、居酒屋2店舗と、はい、ダイニングレストラン店と、洋風バルですね、1軒で計5店舗ありますね。じゃあ5店舗で美味しいしゃぶしゃぶと焼肉、まあちょっと形態は違うんですけど、美味しいお肉が食べれるということですね。そうですね。あと海鮮とかも美味しいのがあるので、じゃあちょっと他の店でも食べに行って動画撮りたいと思います。ぜひぜひ。ちょっと今年の春からコロナウイルスで、はい、まあコロナウイルスで苦戦し、新たな挑戦とか、より、魅力的なお店にする工夫とかっていうのは何かありますでしょうか。やっぱり4月の緊急事態宣言の時に、はい、やっぱお店を全店舗休みまして、まあ、今までで一番社員同士と、まあ、アルバイトの方も含めてですね、はい、一番話し合った時期なんじゃないかなと思って、なんかいろんなことに挑戦しましたね、テイクアウトやったりとか、はい、デリバリーとか、まあ、いろんな試行錯誤をして、はい、まあ、もう一度原点に見つめ直して、はい、来ていただいたお客様、あとはどうやって、お客様に来られるような工夫とか、まあ、もう一度見つめ直すいい機会になったかなと。我々も温かく迎えていただいてありがとうございました。ありがとうございます。まあ、それが一番のこの機会かな、まあ、新しいことにも、まあ、いろいろ挑戦して、まあ、メニュー替えだったりとか、あと、あと接客の見直しとかですね、あとは外観の、まあ、うちらでファサードっていうんですけど、外観の、まあ、見直しですね、はい、で新しい店舗もオープンしましたので、はい、まあ、楽しく、まあ、一番は楽しむことかなと思ってます。じゃあ最後に、営業時間を、彼女の方から、質問させていただきたいと思います。はい、じゃあ can you ask what's the hours of this restaurant? I will kill you so much.
We're letting... This is the last question for today. No! You can go ahead and ask, because I'm figuring this out. Yeah. Wait, wait. Yeah, you can ask. このレストラン何時までやってますでしょうか？平日、土日、祝日問わず、11時まで。11時までですね。ありがとうございます。あの11時半。11時半って何て言うんですか？11:30。11:30。はい。そうですね、11:30。フロムでいいですかね。あ、お昼11時半から。そうです。From 11:30 AM until 11 PM。大体年始はもう1日からやるので、そうなんですね。もうオープン時間変わらずですね。わ、はい、かりました。うん。Question。OK。ああ、うん、外国人あ、はい、いっぱいにありますか。コロナで減りました。コロナ前はやっぱり多かったですね。アジア圏、ヨーロッパ圏、まあ、それこそアメリカ人、まあ、欧米の方ですね、はよく来てました。そうですか。Any question? Do you have English menu?あ、今それちょうど言おうと思ったんですけど、はい、あの英語メニューもイングリッシュメニューあるので、そしたらやっぱりあとチャイニーズ、あとハングルですね、韓国、その3つかな、イングリッシュ、チャイニーズ、ハングル、ハングルってハングルって言うんですか？ハングルって韓国語はハングルですよね。ハングル、はい。They have English menu. Oh, it's good. It's good. だから外国人の方も来てください。いいですね。いいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この日本のメニューと全く一緒なので、うんうん。こちらも説明しやすいです。はい。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here.